はい、マッソゲームズでーす。はい、今日もですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。ではね、早速進めていきましょう。前回はですね、こちら、家の中をいろいろね、整備していきました。キッチンを作ったり、2階を作ったりね。まあ、こんな感じのキッチンなんですけど。それでね、さらにね、こうした方がいいですよっていうね、たくさんのコメントね、ツイッターなどでいただきました。本当にありがとうございました。で、今回はですね、何をしていくのかと言いますと、まずはね、エンチャント台を、このね、エンチャント台をしっかりと作り上げる。まあ、本棚を作り上げるってことですね。あとはもう一つ、醸造。醸造、ポーション作れるようになりたいんで、ちょっとね、ネザーに今回冒険しに行きたいと思います。ブレイズロッド必要じゃないですか。醸造台作るときに。で、ブレイズロッド作って、で、ちゃんとね、村人をこうね、作れるようにっていうか、埋めるようにね、愛したいと思います。では、まずは本棚を作るために、サトウキビで、紙を大量に作っていきましょう。はい、紙大量。はい、紙大量。はい、大量、大量。で、この、大量の紙と、皮ですね。牛さんをね、大量にね、はい、お肉に、しまして、はい、こういう風に本を大量にゲットできました。皮もね、結構使うからね。でも足りたね。はい。で、今本が36個か。で、12個の本棚が作れるのかな?ちょっと木材が足りないな。木材。木材が一応あるんで。いや、多くの木材使いましょうか。どうせやったらね。はい。多くの木材で、ポン、ポン、ポンと。はい、ポン、ポンと。ちょっと足りないかな?あ、足りるね。はい。そして、こういう風に本棚を作ります。イェイ!さらに、イェイ!大量!本棚大量!はい。右手に本棚、左手にもちょっと戻るか。はい。ダブル本棚でーす。イェーイ!すごい。なんか、かっこいいよ、俺。ちょっとね。はい。じゃあ、このね、大量の本棚を飾り付けていきましょう。まあ、ここでいいよね。とりあえずね。うん。どうやって取り付けるんだっけ?こうでしたっけ?はい。こういう風にすることで、このエンチャントの能力が、こう、できるのが上がっていくんですよね。おー、危ない危ない危ない。ダイヤ、つらし、大切だよ。トン。あれ?あ、6個か。トン、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 トン。あれ?足りない?あと2つ。足りないんだ。じゃあ完璧にはまだ作れないってことか。あとラピないしね。あ、ラピはあるか。ちょっとあると思うんですけど。じゃあちょっと一回、今回持っていくね。剣!剣をちょっとエンチャントしたいんですけど、10あれば第一段階のエンチャントだったらできっかな。ちょっと楽しみだな。初エンチャントですよ、この新拠点。イェーイ!剣ゲットー。そして、この剣と、ラピスラズリですね。ラピ。あった。はい、ラピで、これで、剣がエンチャントできるはずです。果たして、何になるかな?ドーン!お、ダメージ増加に、いいですね。じゃあ行きます。せーの、パチッ!でーん!ダメージ増加に、のみですね。はい。で、剣のね、攻撃の仕方ね、前も言いましたけど、シュッと、こう。振り切らないといけないらしいね。知らなかった。うん。今回は気をつけてやっていきたいと思います。では、鉄をちょっと装備して、シュキン、シュキン、シュキン。あれ?ヘルメットがないぞ。ヘルメット。あれ?ヘルメットどっか行っちゃったな。しょうがないから作りますか、ヘルメットね。ヘルメットを、作りまして、このね、装備とともに、また旅というか冒険に出たいと思います。で、今回パンたくさんあるからね、お肉はたくさん預けておきましょう。そして、エンダーパールもね、さっきゲット、エンダーパールですよね、これね。エンダーパールもゲットしたし、荷物ね、一応整理しつつ、まあ、こういうのは持っていきましょうか。あとは必要なものは、特にない。あ、弓矢必要だね。弓矢作れないな、まだな。あ、でも16本あるわ。で、多分弓矢作れるんだよな。どこだっけな。どっかにあるんですよ。どっかにあるんですよ。これ、ここか?違うか。ここだ。はい。これで弓矢を一応作って、ちょっとブレイズに対抗していきたいと思います。いやー、久々だな。1.9 になってからブレイズ倒しに行ったことないんで、なんかやられそうで怖いっす。まあ、大丈夫だろう。はい。そして弓矢もゲット。
では、これで戦いに臨みたいと思います。バッチリなはず。腹ごしらえもして、では、出発進行てってれーてれれれてれーなんかよくわかんないけどね、いつもね、冒険の時はね、この音楽がね、頭の中に流れちゃうんだよね。何の音楽かわかんないんだけど、なんかね、ドラクエかな？ドラクエじゃないんだけど、ドラクエって言ったら、いろんな音楽ありますけど、僕的にはテリーのワンダーランドの、チャーチャーチャー、チャー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 っていうのが一番頭に残ってますね。で、敵が出てきたら、ドゥギン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 みたいな。あれがね、めっちゃ残る、頭に残ってる。牛さんいますけど。ではね、要塞に行きたいと思います。要塞久々だな。こっちの要塞覚えてますか？ウィザースケルトンの頭をゲットした時の、要塞ですね。結構ね、まだ湧き潰しにしてないから怖さはあるんですけど。いやー、久々だな。怖え、おっかねえ。おっかねえよー。ここは、なんかの砂漠的ななんか、ポイントでしたね。では、冒険に出発だ。行くぞ！プシュ。いて。もう食らった。すでに食らってしまった。いて。いて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 。食え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 。ここは危ないから、早くあそこも、要塞まで行きたい。よしよし。危ない。なんで、画面切り替えた俺。はい。ということで、このように、要塞に到着。うわ、懐かしいな、ここ。あ、もう声が聞こえる。ほら、これ覚えていますでしょうか？ここにね、避難場所を作ったんですか。お！何？サドルがあるじゃないか。さらに金。いろいろあるぞ。あ、そして指輪もある。もっと矢持ってくればよかったな。じゃあちょっと、冒険に出発だ！行くぜ！もうすでにブレイズの音がする。ぬぬ。さらに怖い音もするぞ。ウィザースケルトンがいたらちょっと怖いっすね。ぬぬ、ぬぬ、ぬぬぬぬぬ。今のところはいらっしゃいません。なんかウィザースケルトンとかさ、探してるといないけどさ、普通にこうやって冒険してると結構いたりすんだよね。うい。お、懐かしい！俺こんなことしたっけ？トラップ作ろうと思って。うわ！俺こんなことしてたわ。懐かしい！この人なんだっけ？俺結構頑張ってたじゃん。トラップ作ろうと思ったけど失敗したんだ、ここで。お、やった、火打ち石だ。ネザー水晶。これネザー水晶持ってこっか。あー、懐かしいなー。俺こんなことしてたっけ？全然ね、ダメだったんですよね、これ。全然ね、湧かなかったんですよ。湧かなかったっていうか、ウィザースケルトンが湧いても全然落ちなくて、失敗作と化してしまったこのね、ウィザースケルトントラップ。もうすでにトラップですらないっていうね。で、今回は僕はブレイズ探してるんだ。あ、ここが今、あれは普通のスケルトンか？普通のスケルトンだな。あ、いた！いましたよ、発見！よし、食べるぞ。食べて、ちゃんと気をつけて、こっちにいたな、今。あ、こっちからは落ちてしまうからいけないと。うっ、マグマキューブ発見。あ、武漢キューブを。うわー、ブレイズもいた。倒す。ははは。イェーイ、マグマクリームゲット。マグマクリームだよね。マグマクリームって何に使うんだっけ。では、ちょっと。うわー、ウィザースケルトンもいた。おっかねえ。おいウィザースケルトンだけ来い。いたちょっとね、ちゃんと戦わないと。ちゃんと振り切るね。振り切る。うわ、食らった。食らってしまった。ただダメージ増加ついてるからやっぱ強いね、これ。強い。よかった、エンチャントした武器持ってきて。ただ残念ながらウィザースケルトンの頭を落とさなかったですが。では行きましょう。
地上戦だ。あーい、地上戦じゃなくなってしまった。弓矢で、あ、地上戦になった。あー、食らった。この野郎、この野郎。あ、早速、あ、もうゲットできた。あっさりゲットできた。嘘、あっさりすぎてちょっとマジかって感じだわ、むしろ。イエイエイエイ、すげえぜこの剣。頭ついでにゲットできないかなと思ったけど、もう一つ。ウェイ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 、どこ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 、いないね、いないね。で、キノコもね、ちょっと後で使うと思うんで、このキノコも買っていこう。イエーイ。キノコは、その弱化のポーションね、後で作るときに使おうと思ってるんで、こちら必要なんでちょっと取ってきましょう。10個。まあ、こんだけあればね、十分、こう、必要数は満たしてるんじゃないでしょうか。蜘蛛の巣ですよね。あ、蜘蛛の巣じゃなくて、蜘蛛の目ですよ。目をこうやるために。あはは、もう一体倒すぜ。余裕だぜ、お前なんて。うえ、あ、そういえば今日盾持ってくるの忘れた。余裕。なんか俺怖がってた、俺はアホみたいに余裕だわ、なんか。やったぜー。こっちは、あ、こっち行くと落ちちゃうんだ。おっかね。うわっ、盾持ってくれよかったな。イエーイイエーイイエーイ、さらにイエーイ。ブレイズロッド落とした。やったぜ、2つ目ブレイズロッド。素晴らしい、ブレイズロッドをたっぷりゲット。ここはなんだ。あ、ここ俺やばかったところかな。やられそうになって逃げ込んだところかな。あの、攻撃しちゃったんですよね、ゾンビピックマンに。で、そっからもうね、逃げるしかないっていうね、うん、状態に陥ってしまって、こういう風になってますけど、もう一体出ないかな。もう一体ぐらい。音するからさ、いてもおかしい。うーえい、うえい、うえい、うえい。こっち来てくれ、こっち。地上戦がいいぞ、俺は。指矢で倒そうか、どうせやったら。ブッシュ。へへへへ。どうだ、指矢の強さ。思い知ったか。ウェーイ危ない、危ない。なんだ、俺は、ウェーイってなんだ、ウェーイって。今更だけど。いててい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 て。燃える、燃える、燃える。燃えてる、燃えてる。俺燃えてる、俺燃えてる。俺燃えてるよ。来い、こっちに来るんだ。そこで倒してもさ、ゲットできないんだよ。こっちに来るんだ。こっちに来てくれ。近づいてくる。来い。ういー、食らったー。打ち返そうと思ったら普通に失敗した。こっちに来てくれってマジで。ダメかー。お。もういいな。もうダメだ。こいつはダメだ。残念ながら、俺の、要望を満たしてくれない。お。ドン。あ、落ちちゃった。あ、やった。あそこにあるぞ。あそこにあるけど、怖え。怖えよ、これ。怖え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 。もう見てる皆さん、絶対今、ワグマダイブ期待したでしょ。しないよ。そんな簡単にしないよ。いやー、あの奇跡的だね、マグマダイブからね、マグマダイブを非常に期待されてるのはわかるんですが、しないからね。まあ、こう言ってるとね、それもまた不利になっちゃいそうで怖いんですけど。お、また二人だ。これはいいぞ。よし、奴らを倒す。イェイ、イェイ、イェイ、イェイ。ちゃんと振り切る。振り切る、振り切る。痛い、痛い。痛い、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 痛い。4つゲットしたらもういいかな。はい、じゃあ一回帰りましょう。4つとりあえずゲットしたんでね。これで醸造台がまず作れます。醸造台が作れてしまえば、こっからね、村人を復活させることもできるはずですので、まずは帰って醸造台をゆっくり作りたいと思います。まあ、ウィザースケルトンがね、さらにちょっといたら、このウィザースケルトンを倒して頭がね、あのロス、あ、ドロップしないか、ロスじゃねえや、ドロップしないかなってね、期待してたんですけど、まあ出なそうなんでね。まあこれは仕方ないですね。で、サドル一つ、取っていきましょうか。あー、まだいた、まだいた、まだいた。うえ、うえ、いきなり湧いたら、いきなり湧いたら、よっしゃ、もう一個ゲット。どこに行った？
どこに行った？いなくなってしまった。サドルと金、まあこんぐらいでいいかな。じゃあ一回ここから落ちまして、イエイイエイ。いやー今スケルトンっぽい落としたような気がするけど、やったぜー、帰ってこれました。うしうし、うわー、やだ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 、怖い音したね今ね。ゆっくりゆっくり戻りまして、スピードアップしてからの、うわー、やばい、うわー、やめてくれやめてくれやめてくれ、線路が破壊されてしまう。びっくりした、おっからかった今。あーよかった、マジでドキッとした。で多分この辺なんですよね、ここだ。はい、ここちゃんと駅にした方がいいな。牛さんがお出迎えしてくれ待ってますけど、ちょっと今壊されちゃったかな線路、やだな線路壊されるので。今は夜ですね。はい、まあ夜でもいいとしてですね、まあ帰りましょう。脇つぶしがやっぱり甘いですけど、どうせだったらこっちもこう湧きつぶししときますか。あんま湧かない方がいいですからね。ただ近くね湧くようにしとくと、家の中から何ですか、あのエンダーマンとかを発見するとエンダーマンをね買ってね、こうエンダーパールがゲットしやすいっていうのもあるんでね、それはまたそれで魅力なんですけど。はい、ということで今日の、ゲットしたものをちゃんと醸造台にしていきたいと思います。そうそう、こういう風にね、こういう風にエンダーマンいないかなーって見るんですよ。で、こっからだったら安全に倒せるし、エンダーマンいないな。こっち側にはいないかな。エンダーマンいてくれないかな、むしろ。いないな。いないですね。はい、じゃあ作りましょう。よーし。あれ、醸造台ってどうやって作るんだっけ？あ、やっべ。こんなところにラピスラズリ置きっぱなしにしてた。はい、ではね、醸造台を作っていきたいと思います。はい、調べました。ブレイズロットと丸石ですね。丸石を3つこのようにつけると、じゃーん、醸造台できました。ちょっとね、醸造台2つ作りたいんですよ。はい、2つ、はい、このように作りました。では醸造台をどこに並べよっかな、どこに並べよっかな。まず1つはこの辺りかな。うん、ちょっとこの辺りに醸造台を1つこう作りたいんですよね。どこがいいかな。ここでいいかな。うん、ここが便利そうだから。で、台はどうせだったらかっこいい何かに乗せたいな。何がいいかな。かっこいい何か、かっこいい何か、かっこいい何かってそもそもないか。まあどうしよっかな。この磨かれた戦力眼、磨かれた戦力眼使ったことないからね。なんかあんまダサいなこれ。イエーイ。まあいっか、こんな感じです。で、2つ作ったのには訳がありまして、醸造台をもう1つあと置きたいと思います。まあ一番下は作業部屋ですね。で、ここは生活スペースなんで、ここにポンって置くと、こうなんて言うんですか、あのこの煙みたいなこのもくもく出てる感が非常にこうキッチンっぽさを表してるような気がして、これがまたいいなと思うんですよね。さらに、こちらのですね、ガラスで瓶を作ります。で、瓶を、ちょっと待った。荷物が多いぞ。荷物が多いから、ちょっといろいろ預けて、預けてですね。瓶をまず作ります。瓶と。まあ、6つぐらいですかね。で、持って、いろいろとりあえず預けて、武器も、ちょっと預けて、はい、このね、瓶に水を入れていきましょう。で、この水を入れ、あれ？はい、水を入れていきましょう。はい、水を入れに行きます。で、この水を入れることによって、こう、醸造台のね、雰囲気がまたちょっと変わると思うんで、1、2、3、4、5、6と。よーし。あれ？俺、ネザーボート取ってきたっけ？ネザーボート取ってきたっけ？ネザーボートあったっけ？マジ忘れた？へぇー。トン、あ、違えや。トントン、トントン。はい。いいねー。なんか作ってる感出るねー。よしよしよし。はい、こっちもね、ちゃんと瓶置きます。トン、トン、トントン。
じゃじゃーん。はい、かなりね、これで、キッチンも生活的な感じが、出たんじゃないでしょうか。ということで、今日はこちらで終わりにしたいと思います。今気づきましたけど、醸造台、というかポーションを作るためのブレイズパウダーがね、1.9 から必要ということで、ブレイズロッドもまだ足りないですし、さらにですね、何でしたっけ、あれ、さっき言ってた、ポーションを作るのに必要な、ネザーウォートですね。ネザーウォートもゲット しに行かなきゃいけないんで、次回ね、またネザーに行ってそれを取ってきて、ポーションを作って村人をね、なんとかこう治療しにかかりたいと思います。はい、着々とマサのマインクラフトは進んでいきます。こんなに影出てたっけこれね。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。